ナミビア砂漠のスナモン浅瀬のスナモン大徳寺、流言院法条前、石底空気の流れで雪の表面に作られた模様、雪モンサモンとは水や空気が流れることによってできる規則的な波状の起伏。人工的なものでもスナモンと呼ぶことがあるが、多くは自然現象によって生じたものを指す。またスナモンが化石となったものはレンコンと呼ばれる。 もとレンコンは砂門の意味合いを含んでいたが、今では化石レンコンの意味合いでしか使われなくなった。したがって学術的にはレンコンと呼ぶ場合もある。海底に生じた砂門は波跡、砂さざ波、砂レンなどとも呼ばれる。水面の波が低く、水深もそれほど深くない時は門は微弱で山は位置を変えない。しかし別の流れが加わったり、 磯波となって、質量位相が存在すると、山は移動し始める。旋回では、波状は、非対称で、沖に向かう側は平たくて長く、岸に向かう側は険しくて短い。なお往復する、水の流れがある、程度以上速くなると、山の後ろにできる渦が、砂門の発達に、重要な役割を果たすと言われている。近年は、 海底写真によって1000メートル以上の深海でも砂門が見出されている。砂門から流速を推定する研究も行われている。風門とも呼ばれ、多くは砂漠、砂丘に見られる。砂は海岸部では0.7ミリメートル程度だが、内陸部になるほど粒が小さくなり0.3ミリメートルにもなる。いずれも風速3メートル以上の風が吹くと移動を始める。 砂門は、風の強さ、風向、粒子の大きさなどでその高さ、幅、周期などが異なる。また、干潟や積雪地にも砂門が見られる。枯れ山水に見られる砂門など、多くは芸術性を求めて作られる。放棄目とも呼ばれ、いげた門も大門、大見派門、渦巻門曲専門などの種類が存在する。ありがとうございます。